川崎戦で決勝点を決めて、その点の後は非常に気を引き締めて、まだまだ終わったわけじゃないというその気持ちを全身から発散させたその金崎です。まあエースが点を取るのが一番いい勝ち方ですよと庄司あたりは評価してましたが、石井監督ももちろん喜んだ一人です。今のペトロビッチ監督の柏木に対するコメントですけど、もちろんその通りだと思うんですけど、やっぱり鹿島は前の2枚ですね、土井と金崎のまずその守備のところの仕事が非常にまあ重要です。彼らよくやってると思うんですね、だからなかなか、まあ、安倍だったり柏木のところにはボールが入らずに、外に追い出される形が多いので、そこに対しては鹿島はかなりパワーを持ってスライドしてくるので、なかなか柏木からするといい状況でボールはまだもらえてないなと、また我慢だと思いますね、ここは。金崎大丈夫です。プレーに入り、そして今は相手にチャレンジ、前前から取りに行くレッズ。まあ今戸田さんがおっしゃったように、その辺が鹿島の凄さだと思いますよね。やっぱ勝負どころのそういうところの守備を絶対怠らないとかね。森脇から柏木、柏木一人剥がしました。いいボールだったら面白いな。倒れている。PK。これ柏木がフリーになった瞬間じゃないですか、やっぱりね。興梠倒されてペナルティーキック。柏木のクロスボールが入ったその瞬間でした。上からはどう見えましたか。ちょっとこっちなかなか見づらかったですね。あの体をぶつけに行きましたね、間違いなく。西が、西のファールはボックス内、したがってペナルティーキック。手元の時計では今後半の11分になろうとしていますが、さあレッズ PK 獲得。まあ、当てる角度とかね、腕を使ってるわけでもないんですけども、その当てに行く感じがちょっと強く見えすぎたんですかね。まあ、インサイドからだったらまだ大丈夫だったかもしれないけど、後ろからだったらちょっと印象悪いんじゃないですかね。今のシーンです。位置がこのペナルティースポットのあたりでした。そしてキーパーその辺りの大きな声援がありますが、一呼吸を置いて阿部レッズ先制。決勝第1戦レッズ先制。手元の時計10分、阿部が決めて0対1。なります。真ん中でしょう。そうですね、落ち着いて決めました。タイミングをちょっと外しながらど真ん中に蹴り込んでいきます。これはしかし水沼さん、大きな1点が入りましたね。アウェーゴールですしね。八子さん、今スタジアムのサポーターの方も相当沸いたんですが、はい、実は今日は裏箱も